歯が抜けた時にインプラントだけを勧める歯科医とインプラントは絶対に勧めないという歯科医はどっちもどっちなんです。良い歯科医師であれば年齢や口腔環境に適した治療をスープラン提案しますよ。レッツ大口博歯歯科クリニック。歯を失いお悩みの方々、噛める喜びはインプラントに勝るものなし。皆さん、おはようございます。こんにちは。こんばんは。このチャンネルは、皆様にとって有益な歯科に関する情報をお伝えすることを目的に制作しています。番組制作の参考や励みになりますので、チャンネル登録と高評価、通知ボタンの設定をよろしくお願いします。また、私から一方的にお話しするのではなくて、視聴者の皆さんと双方向で、ご意見やご質問を配信する動画に反映するようにいたします。つきましては、コメント欄にご遠慮なくご記入くださいね。さて、冒頭の話、極端に思われたかもしれませんが、虫歯が一本もない若い方が交通事故か何かで歯が折れて抜かなければならなくなり、インプラントは絶対にダメだと決めつけている先生にかかれば、有無を言わせずに両隣の健康な歯を削ってですよ、ブリッジにするでしょうね。このことを私は問題だと感じています。患者さんの年齢に関係なく、両隣の歯にかぶつものが入っていれば間違いなくブリッジをお勧めしますね。もし患者さんが60歳で両隣の歯が健康な歯の場合には、インプラントとブリッジのそれぞれのメリットデメリットを説明させていただきます。患者さんに決めていただくんです。この時、糖尿病で口腔内の状況がよろしくない場合には義歯を進めることもあるかもしれません。糖尿病の方は歯周病になりやすく、インプラントもブリッジも長持ちしないかもしれないからですよ。このように歯が抜けた時の治療内容は年齢、口腔環境、全歯疾患などさまざまな要因を加味して 2,3 の治療プランを提示します。患者さんに選んでいただくのがとても大切なんです。何でもかんでもインプラント、とにかくインプラントはダメというのではなくてですよ、患者さんが総合的に判断できるように、いろいろな治療に対応できる知識や技術が歯科医師には求められていると思いますね。先ほど年齢のことを述べましたが、歯を失った時の年齢が60代であれば、第一選択としてインプラントだと思っているんです。私は70代の時にインプラントにしましたが、これは冒険ではないです。5万本の歯が抜けたのですが、その両端の歯は健康なんです。健康な状態でそれを削ってブリッジにすると、物が挟まったり二次カリエスのリスクも高まるために、残った歯を長持ちさせるためにインプラントにしたんです。しかもかぶせ物とインプラントはネジ止めにしたので、歯磨きがしづらくなったと感じた時にはネジを外してかぶせ物を外すこともできるんですが、現在全くそのまま使っています。かぶせ物を外せば歯磨きは簡単にできるからです。60代であれば同じようにかぶせ物はネジ止めして、万が一何かあればですよ、いつでも外せるようにしておくんです。
そして被せ物の材料も奥歯であれば金属化にするかもしれません。それよりも若い時にインプラントにするのであれば、見た目の美しいジルコニアやセラミックを選ぶでしょう。このように同じインプラント治療といっても、年齢に合わせて様々な選択肢を準備しておくことが患者さんの QOL を高める上で重要なことなんですね。ちなみに当院でインプラントを入れられた方の最高年齢はですよ、もう90歳になろうとされる方でした。インプラントを入れた後にずっと歯がなくて食べられなかった、もう何でもいいから噛みたかったという方ですよ。肉をしっかり食べられるようになったとおっしゃってですね、感謝されましたよ。患者さんの状態、状況は様々です。それを全否定するようないい加減な発言が散見しており、インプラントが適している方の機械損失にならないように、ネット上で飛び交うインプラント全否定論者に対するアンチテーゼ的な動画になりました。私の思いがお伝えできれば幸いです。今日のお話はここまでです。次回も歯科に関する有益な情報をお届けいたします。チャンネル登録がお済みない方はチャンネル登録と高評価通知ボタンの設定をよろしくお願いします。また動画制作の励みになりますので、コメント欄の記入もよろしくお願いいたします。それでは次回も木曜午前9時にお会いしましょう。そして皆さんに安心してインプラント治療を受けていただくことと、高度な技術を有したインプラント医を育成することを目的とした OIA 大口インプラントアソシエイツを運営しております。インプラント治療をお考えの方は OIA のホームページからお近くの歯科医院をお探しください。順次一般の皆様に会員の開示やご案内もどんどん増やしていきたいと考えています。 OIA に所属している歯科医師は APEX メディカが主催する私の講演や会長を務める国際心理学会学術大会において参加していただいております。技術を習得された方なんです。また名古屋駅前にあるインプラント難症例センターではマンツーマン指導も行っています。皆さんが安心できる優秀な歯科医を厳選して組織運営をしていくつもりです。 OIA は営利目的の企業が運営するものではなくて、大口歯科クリニックの運営母体である医療法人が責任を持って運営しています。医療法人は公益性が求められているために、営利至上主義ではありませんので、ご安心してお任せください。概要欄からジャンプしていただくか、動画の最後に表示される OIA マークをクリックしてご確認くださいね。最後までご視聴いただきましてありがとうございました。